皆さんこんばんは。本日は2022年の7月の15日金曜日でございます。五等分の花嫁の映画を見て、でダンダダンっていう五等分の花嫁とコラボをしているお店にも行ってきて、でまあこれから東京に行くために、まあ、時間を潰しているといった感じの状況でございます。で五等分の花嫁の映画なんですけど、僕12回行きまして、でですね、確か、得点が、まあ、7周目っていう形になるのかな。全部でなんか5種類くらいあったと思うんですけど、まあ僕が知ってるやつだと7周目続いてるやつは、あの僕が知ってる世代のやつだと最下のくらいしかなくて、結構すごいなと思ってるんですけど、まあただまああれですね、まあこれが得点です。これまあこの見覚えあるやつにこんな感じでね、まあ、映画のワンシーンとかを切り抜いてね、全部こうくっつけてね、文字にしてるっていう感じなんですよね。で裏がそのキャスト陣とそのアルバネギ先生のサインだったりメッセージが入ってるって感じです。アルバネギ先生のこの下の祈りのこの絵が目立つ、すぐわかるね。でまああのダンダダンなんですけど、少なくとも梅田はねまだあの結構残ってます。アクスタはね、うん、見えた。アクスタのね在庫は結構見えました。いやまあジュース飲むときはあのちょっと選んだ方がいいかなっていうのと、その夜に行くとやっぱ飲みに来てる人が多いんで、もう大声でねマスク外して喋っちゃってるんで、あ結構危険なんで、あの急いで飲んで急いで出た方がいいです。はい、僕はもうそうしました。やらかしたなと思って、ただ昼に来る時間とかもなかったんで、まあ仕方がないと思ってこうなっちゃったんですけど、さっきも言ったんですけど、梅田でまあアクスタならまだあると思うんで、まあこの辺住んでる人は買えなかったよって人は、あのメルカリとかで買わずに行ったらまああると思うんで、まあ行ってみてください。じゃあまあこの辺で動画は以上にします。ご視聴ありがとうございました。